listening to Shibuya Cross FM. ラジオパークへようこそ。ご来園ありがとうございます。キャフルトルネード安西ゆかです。神崎くるみです。道地彩子です。石川ののかです。そして今日はなんだろうな、毛先を染めました別所カレンです。おー、はいはいはい、さん、はい、我らがキャフルラジオクルーキャフルトルネードです。この毎月第3木曜20時は今とにかく歌えるアイドルでおなじみの私たちキャワフルトルネードが渋谷のど真ん中、渋谷クロス FM から公開生放送でお送りする渋谷一キャワイイラジオ、キャワフルラジオパークのお時間です。渋谷クロス FM は渋谷公園通り周辺エリアにて FM88.5MHz にて放送されていますので、ラジオでもお聞きいただけます。さてさて、7月のキャワパク始まりました。イエーイ。はい、まだまだですね、気は緩めずということで、はいはい、まだ観覧もできず、皆さんはツイッターなどでね、つぶやいてくださっていると思うんですが、見てる方もいらっしゃるかしらね。ありがとうございます。最近どうですか、キャワフルちゃん。そうですね、はい、あのライブ始まったね。そう、やっと久しぶりにお客様の前でのパフォーマンスをしたんですよ。はい、12日ですかね。そうなんですよ、なんか感動しちゃった。ね、緊張しちゃった、ね、私は、うん、確かに。あ、しかも新章になったんです。そう、あ、そうだ、ね、そうですね、はい、新書になったってことで私髪の毛伸びました。あ、そうだ、ね、そうじゃん。結構待って、なんかさ、色変わった人3人いるってことだよね。毛先毛先インナー、うん、伸びた伸びた。ノナも暗くしたよね。暗くした、暗くした、ね、はあ、そうなんだ。いいよ、くるはいつも可愛いよ。はい、そして、はい、梅雨もなんかよくわからない天気が続いておりますが、ね、ずっとこんな感じだね。すごい寒くない？え、寒い。昨日の夜寒かった。寒かったよね。めっちゃクーラーつけないでも寝れた。衣替えしたのにさ、ね、毛布引っ張り出しちゃった。毛布、寒いね。冬眠ケチか？違うし。まあね、聞いてる皆さんもね、風邪ひかないように体調管理だけはしっかりしてください。はい。はいはい。はいはい、そんな感じなんですが、はい、あとは何かありましたか最近。そうですね、もうそろそろワンマンがね。そうだね、そうなんですよ。ありますので、準備をね、始めてますね。始めてます、はい。まあ、今回そのちょうど今日かな、抽選だったんですよ、はい。あ、そうですね、結果がね、出ましたよね。ね、なんかさ、な、もうなんかリアルだからさ、なんかありませんか、ね、なんかもう言葉を選べながらなんですけど、うん、リアルな心境を、ぶんちゃん。私気抜いてたでしょ今。気抜いてた、なんかカレンぐらいいっかなと思って、ね、そうですね、なんかやっぱりまあこれでね、まあ、今ちょっと、はい、増えてる状態でのあれでワンマン本当に開催できるかなっていう不安もあるんですけども、やっぱりそのこの間のね、12日のライブを得て、やっぱりお客さんを入れて生でこうやってパフォーマンス届けるって、やっぱりすごいアイドルとしてやっててよかったなって思ってる自分がいるので、なんかその8月2日のワンマンに向けてもね、気合十分で臨みたいなって思いますので、あの、ぜひ当選してくれた皆さんとかも、あの、配信チケット買う予定の皆さんも、ぜひあの、感染対策とかもしっかりして楽しんでいただけたらなって思ってます。よろしくお願いします。はい、そんなことなんですが、この番組をね、構成するのはリスナーの皆さんも私たちと一緒です。お便りどしどしお待ちしております。はい、まずは普通のお便りです。
そして2つ目は涙なしでは語れないキャーフルとの思い出、皆さんがキャーフルを応援していく中で感動して泣いたエピソードを教えてくださいという話を募集する香水確率 100% のお話、そして最後は歌詞で推しを励ましたいということで、今回は3つのテーマをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今週もいっぱいいただきました。はい、まだね、いっぱい読んでいきますので、はい、読みましょう。楽しみにしていってください、はい、そして残念ながらお便りを送れなかったあなたも大丈夫です。ここは公開生放送ということで、ツイッターにてハッシュタグキャワパクをつけてツイートしていただいた皆様の声をリアルタイムでどしどし拾っていきます。ハッシュタグひらがなでキャワパクです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっといますか、つぶやいてる方。あ、ね、あ、今回今日はののかさんがじゃんけん負けたか。そうなんですよ。まあ、今免除された。はい、ののか次免除だ。そっか。カレン今回免除だったね。免除。順番に回していきましょう。はい、ということでね、皆さんいっぱいいっぱいキャワパクでつぶやいてください。それではですね、コーナーに行く前に最初の曲いきたいと思います。ファンの皆さんにフードアウトをもとに制作したこちらの MV をお届けします。みんなで言いましょうか、はい、せーの、キャワフルトルネードではちみつハイヒール。何か弾け
した。キャンフルラジオパーク FM88.5MHz 渋谷シダックスカルチャービレッジの渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けしているキャンフルラジオパーク、お楽しみいただけてますか？ここで番組に届いた普通のお便り、そしてこれまでにハッシュタグキャワパクで番組宛に来たコメントを少し紹介しちゃいます。ということでツイッターちょっと見てみましょうかね。はい、あ、あれですね、寒いのでこたつに入りながら聞いてます。こたつ？こたつ？まだ閉まってないの？そうでしょ、らしいですね。今日え、でもなんか7月よ今日おはようってつぶやいた時に、うん、気温朝12度あったらしいです、この方の地域では。あ、もうそれ寒いとこなかったらしいです。寒いんだね。じゃあもう体調崩しちゃうよね。この感じがね、ここの感じって手でやっても伝わらんのよ、ラジオやから。はちみつハイヒールはフードアートすごく良かったね。こちらも CM の時さ、え、これすごい美味しそうってみんな言ってた。 CM の時じゃないんだけどね、流してる時ですね、曲流してる時みんなと一緒にね、そうそう、見ながらね言ってた。あとはですね、ありますか、ありますか。あとはこれだけたくさん食べ物出てくるとお腹減ってくる、この時間はやばい時間だしね。確かに、 食後のデザートにね、いいですね、いいかもしれない、はい。まあ、そんな感じですかね。ありがとうございます。皆さんまだまだハッシュタグキャーパクお待ちしてますので、どんどん放送中つぶやいてください。待ってるぜ。コメントは番組で読み上げていくので、どんどんつぶやいてください。さて、最初のコーナーに行ってみましょう。せーの、歌詞で推しを励ましたい。世の中にあふれる素晴らしい歌詞、そんな素晴らしい歌詞で推しに元気になってもらいたい。世の中にある曲から素敵な歌詞を解説を添えて推しにエールを送る歌詞で推しを励ましたいというわけで、どうですか？なんかめちゃくちゃいただいたんですよ、はい、これすごい素敵なコーナー、うん、ねーすみません、これラジオっぽい。裏を返せばさ、はいはい、自分の好きなものを紹介して布教できるってことでしょ、まあ、そうね、うん、好きな曲とかね。でもさ、お便り見てるとめっちゃやっぱりいろんなも界隈をね聞いてる方が多いですね、はいはい、そうですね。いや、やっぱり音楽ってね元気づけられるから、本当に、はい、本当にメンバーから言ってきますか、ね、ちょっといっぱいもらってるんですけど、はい、はい、あ、どうぞどうぞ、はい、じゃあ私は、私が好きなっていうかプレゼンする曲が、もう解散されちゃったんですけど、はい、アイドルグループのこぼしファクトリーさんの曲なんですけど、なんか何歌詞が、何回も何回も失敗しちゃったって、この次はうまくいくかもしれない、もう一回もう一回立ち上がればいい、拳握りしめていけっていう歌詞なんですけど、あ、ちなみに歌の名前は何ですか？ね、歌のタイトル歌の名前は待って、なんだっけ。どんなことある、大事なとこですよ。タイトルメモってこなかった？やべ、歌詞しかメモってなかった。調べましょう。待って待って、なんだっけなんだっけな。みんなじゃあこれを検索して、はい、待って、あ、他の人 やってる時に思い出すから、思い出したら挙手するわ、ごめんね。あれだっけ、こぶしさんの最後に出した曲だっけ。いや、最後じゃない、うん、ミュージックビデオあるんで、ぜひ調べて調べてみてください、ね、今のご時世、歌詞検索すれば出てくるから、ね、ちょっと思い出したら言うんで、もう一回じゃあ言ってあげて、歌詞、はい、何回も何回も失敗しちゃったって、この次はうまくいくかもしれない、もう一回もう一回立ち上がればいい、拳握りしめてゆけ。おお、今多分メモったんで、なんだっけ、リスナーの皆さんね、はい、思い出したら言うね。あ、はい、あの出てますね。あ、本当に、はい、あのマネージャーさんが、なんて仕事が早いマネージャーさん。なんくるちゃん、なんて書いてあった？明日天気になれ。そうだねー、これですね、明日天気になれっていう、明日天気になれっていう曲ね、のでぜひ皆さん YouTube にあるので、別所先生歌詞結構全部通して、うんうん、なんて言うんだろう、すんごい分かりやすい、はいはい、はい、入ってきやすい、そう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 、みたいな感じなんですけど、ドストレートだね、でも正直聞いただけでも、もうちゃんと分かる、自分でも、うんうん、って歌詞なんで、ぜひ皆さん聞いてみてください。はい、行きづらいわこの後あの一つもう一回聞きたいんだけど、本当に好きなんだよね、はいはい、好きです好きです、信じましょう、はいはい
じゃあ他メンバーいますか？勇者いる？この後に行ける。この後の勇者。じゃあ行きますね。はい。ノノが広めてくれると信じて。はい、はい、山本さやかさんの春はもうすぐ。ありがとう。大事なとこ潰してくれ。ごめん。春はもうすぐって曲なんですけど、まあその曲の僕は僕の夢を追いかけて、君は君の夢を追いかけて、それは決して寂しいことじゃないんだ。っていうところがすごい好きで、ありがとうねえなんかこの曲を聴いた時に初めて、うん、なんかもう、いやもう、もうね、言葉にできないぐらい、うん、え、バラードですか？バラード、バラード、そうでさ、またさ、あの、ごめんね、サヤネーと呼ばせてください、公共の電波を使ったサヤネーの、もう声がさ、本当にね、いいんだ、伝わる、このもう切ない声の出し方と歌詞がもう本当にもうマッチング、うん、バリバリマッチング、はい、バリバリマッチング何それちょっと分かんないけど、興奮しすぎた、オタクだからしょうがない、ぜひ聴いてみてください、はい、本当に素敵な曲なので。え、どう思ったの、その聴いた時に。え、なんか頑張ろうって思えたし、うん、キャーフルのこの4年間のことをなんか思い出すか、うんうん、ような感じすごい、うん、泣かないですごい当てはまったというか、なるほどね、うん、いいですね、いいなって思いました。皆さん気になりますね、はい、くるちゃん言いたそうですね、どうですか、あ、私いいですか、はい、行きましょうか、私めちゃくちゃあるんですよ、なんかって言うと、もうメモがね、今すごいよ、見えたよ、ね、すごい、じゃあもう一つ、はい、行きます。モーニング娘さんで Be Alive って曲なんですけど、はいはい、サビの部分で君と共に、友と共に、夢と共に、汗と共に、いつか笑いの絶えない自由な時代が、嫌なことなど吹き飛ばすさ、君を悲しくさせない時代っていう歌詞があるんですけど、なんかこの狭いところじゃなくて広いと、うん、広い視野でこの歌ってる感じがグッとくる、ぐさっときた、君を悲しくさせない時代ってどっからフレーズ降りてくるんだろうと思って、すごいね、うん、天才だね、泣けますね、これは、ですね、結構みんなバラードが、あ、バラード、まあね、バラードしないよね、そうなんだね、結構ね、落ち込んだ時とかバラードを聴いちゃう、わ、うん、かる、うん、まあ、うん、みんな一緒に一緒に想像してたからそうですね、いいですか、どうぞ、あと1曲ぐらい言いましょう、いいですよ、これで当ててください、はい、はい、たった一つの心、悲しみに暮れないで、君のため息なんて春風に変えてやる、わかんないっす、私、いやでも絶対知ってる、マジか、本当に、うん、たった一つの心、多分、ね、たった一つの心、これサビ、ちなみに、いや、サビじゃないんだよね、あ、ちょっと難しいな、ヒント混じりで言ってみて、え、ヒントい難しい、あ、映画の、はいはい、曲、映画の曲、え、実写、実写とかじゃない、アニメ、ね、アニメ、じゃあ、あの、イントロドンみたいな、たった一つの心、悲しみに触れないで、君のため息なんて、全部歌っちゃった、わかった、猫の恩返し、風に変えてやる、あーララララララ、あの歌番組になってしまうのでやったー、好きなんですよ、そうなんだ、風になるって曲なんですけど、なんか心がポってする、わかる、あったかくなる、ポみたいな、そうなのに、なんか結構いい歌、いい歌、なんかふとした時に聴きたくなりますね、確かに、ジブリの曲は聴いてる、聴いてます、え、かわいい、なんか夜中に YouTube でかけて虚無ってる、こうやってね、クルちゃん映像も流れてるからクルちゃんの白目が今珍しく見れました、ね、ジブリの曲めちゃくちゃいい、はいはい、ありがね、いいですよね、わかるわかる、はい、ありがとうございます、え、じゃあ、はい、ちょっとここで言っとこうかなと思うんですけど、なんか私めちゃめちゃいろんな曲を聴くんですけど、はい、だいたい歌詞で入るっていうよりかは曲調で入る人なんですよ、そっちタイプね、そうなんですよ、の歌詞タイプだわ、歌詞タイプ、歌詞タイプなんだ、あ、歌詞タイプ、だからなんか今回何を紹介しようかなってずっと悩んでたんですけど、はいはいはい、あの私三欠少女さゆりさんっていうのがすごい好きで、はいはい、あのフラレガイガールとか、平行線っていう曲がね、めちゃめちゃ有名なんですけど、あの、なんだろう、ハッピーバースデーって曲、うん、
がすごい好きで、なんか生まれあのハッピーバースデーって言うとおめでとう生まれたおめでとうっていうのが一番印象強いかなと思うんですけど、うん、なんか生まれたなんだっけ次が、まあ、なんか生まれた今日は誰かの誕生日だけどそれは次のあなたの命日ですとかって言ってなんかいろいろ深いんですよね。あ、もうなんか語彙力が低下してるんで、うん、あれなんですけども、歌詞がいいっていうよりかも曲もさゆりさんの伝え方も全てがいいので、さゆりさん三欠少女さゆりさんぜひ皆さん検索してくださいねえ。なんか、ね、これなんかさゆりさん知ってる、いいよね。そう、あのなんかワンなんだっけワンファーストファーストテイクとかも結構出てたりするの。あ、そうなんだ、今流行りのね。そうそう、 なるほどね。聞いてみます。はい、じゃあ最後にのの、はい、あの歌詞なんですけど、これはもう歌詞も含め、はい、あの自粛中に出会ったバンドさんなんだけど、ネクライトーキーさんっていう方がいて、もしかしたら皆さん知らない方が多いかもしれないんですけど、がもうねはちゃめちゃな歌詞を書いてて、でその歌も声もすごくもうはちゃめちゃなんですよ、うん、だから歌詞全部含めなんかどうでもいいや明るくいったれみたいな感じになれるバンドさんなので、ぜひネクライトーキーさん聞いてください。これ出会ったのはあのののが大好きなラジオ番組のあのエンディングテーマソングだったので調べて、そうなんですよ。いい、ね、え、バンドとか聞くんだ。え、バンド大好きなの。あ、そうなんだ。もともとはバンドさん、そうなんですよ。ナインティナインさんの今日、今週、あの今日なんですけどね、あのラジオ聞いてるんで、それのエンディング曲だったっていうね。はい、そんな感じ。もう時間が、ね、そう、メンバーのこんな、ね、まあね、いっぱい聞いてるんで、じゃあ、まあ、白熱してるんですけど、はいはいはい、リスナーさんの聞きましょう、はい、キャフルネームソルトさんからいただきました。ありがとうございます。私は大好きな曲はグリーンさんの奇跡です。私にとっては推しと出会うことが私の最も素敵な奇跡だと思います。推しがいることでいろいろなことができています。今の時期で誰とでも大変な時なんですけども、明日今日よりも好きになれるという歌詞を推しを励ましたいと思います。石川ののかさん頑張ってください。いつまでも応援してますという。明日今日、あ、ごめんなさい。いい BGM かなと思って、まあ、でもねこれはもう有名いい曲ですね。いい曲だよね。いい曲だね。あれですよね、ルーキーズの歌がね、グリーンさんは全部いいよね。いいよね、わかる。いいですね。はい、次のお便りはい、はい、もういっぱいね紹介したいから。はい、ラジオネーム今頃さんからいただきました。ありがとうございます。人生のいろんな場面で励まされてきた曲は Mr.Children の終わりなき旅です。わかる。歌詞すべてが心に刺さっていますが、特にその中でも1サビと2サビを何かの壁にぶつかった時に、まだこの先に自分の知らない世界や光が広がってるかもしれない、まだまだ諦めてる場合じゃないって思わせてくれて、何回も何回も勇気をもらった曲です。それでは聴いてください。 Mr.Children さんの終わりなき旅を石川が歌います。あの歌番組ではないです。ごめんなさい、ごめんなさい。まあでもね、ミスチルといえば石川さん。そう、 Mr.Children さんもバンドだからね。うんうん、知ってます。それは知ってます。バンドが好きなんですよ。だから。ああ、確かに。そうなんですよ、ね。音楽結構バンドさんから入ってる。これね、うん、めちゃめちゃ歌詞いいの。それこそサビの、閉ざされたドアの向こうに新しい何かが待っていてとかね。わかる、すごくわかる。絶対聞いたことあるからみんな。本当に、うん、でも桜井さんの声すごい好きだよ。あ、いいよね。あ、声がね、わかる。ちょっとね、あのエロシズムというか、わかる。大人の大人の感じいいね。このなんかラジオやってる感じするわ。まだまだ語りたいみたいな顔してますね。いい。この子がいいな。音楽の話いい。いいね。めちゃくちゃいい。これ足りないんじゃない、ね、時間。足りない。もうめちゃくちゃ早口で喋ってるもの。はい、思います。はい、はい、ラジオネーム柿野さんからいただきました。ありがとうございます、今回私が推しを励ましたい歌歌詞はゆいさんのライフです、この曲はゆいさんが福岡から上京した時の思いを書いたもので、簡単にはいかず苦しみながらももがく思いを生きる力に変えるという闘志に満ちた内容で、特に曲の最後の過ごしてきた日々全部で今の私なんだよ、簡単にいかないから生きていけるは私自身うまくいかずくじけそうな時に何度も力をもらった歌詞です、うん、おーののもめちゃくちゃ一緒、うん、東京に上京してきた時に、うん、聞いてた。もうイントロからもうすぐ流れる、うん、へー、そうなんだ。わかる。そっか、ここね上京してきた時代だから、うもう頭から
あの泥だらけよ馴染めない都会でって言って、うん、もう分かる、分かるよね、まさしくそれ、そうすごい分かる、もうすごいですよ、コメントあのツイッターの方でキャワフルラジオパークならぬ石川お歌パークです間違いないごめんね、怒られるかな、いや大丈夫大丈夫、俺も頼みますよね、なんか確かに、いやでもめちゃめちゃいろんなの聞いてるよね、そう考えると、うん、おー、ね、あでもゆいさんもまあ、でもみんなも知ってますから、たくさんいただいて、はい、ありがとうございます、紹介しきれなくて申し訳ないです、はい、皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございました、以上歌詞で推しを励ましたいでした。FM88.MHz 渋谷シダックスカルチャービレッジの渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けしているキャンフルラジオパーク、 お楽しみいただけてますか。 88.5MHz ね、ピンセイありがとうございます。 88MHz 言語が抜けますね、すいません、はい、続いてはこちらのコーナーです。せーの、降水確率 100% のお話。涙なしでは語れないキャーフルとの思い出、皆さんがキャーフルを応援していく中で感動して泣いたエピソードを教えてくださいという話を募集する降水確率 100% の話、うん、それでは早速、はい、行ってみましょうか。あ、はい、はい、これさ、一、うん、つ言っていい、うんうん、私降水確率 100% のお話って、うん、なんかさ、先週もさ、そんな感じで絶対 100% の話みたいな先月やったんじゃないですか、やりましたね。これ降水確率っていうから滑るお話だと思ってたんですよね、はい、どういうこと、だからツイッターに文じゃんみたいなこと言ってたの、ね、え、これ文 100% いつもいけんじゃんと思ってなんかちょっと雨で滑っちゃうみたいなあ、気づいてる、気づいてる、今あなた滑ってるよそう、だからその話だから優勝だろうって思ってたら現実行あげる優勝優勝です、今日のね、なんか、ね、そしたらなんかこんな感動する話をくださいって、そうだよ、めちゃくちゃいいコーナーだからごめんなさい本当に、はい、いい話をさせていただきますね、はいはい、していきましょう、はい、キャワフルネーム抹茶の弟子さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとう。私の最近のキャワフルのことで感動して泣いたのは先日のアットジャムパーティーです。個人的に沖縄でのライブ以来134日ぶり4日ぶりでの再会で、予想もしていなかった新衣装での登場、初代衣装をリニューアルしたような衣装で原点回帰の意味もあったのでしょうか。ライブ中最初に気づいてくれたのはののかさん、うん、おー、目が合うとにっこり小さくなずいてくれました。だって両部合わせて50分聴きたい曲全部やってくれて、涙腺崩壊で涙枯れました。やっぱり生現場だなという、ありがとうございます。やっぱ生だよ生だよね、そうなんだよね、なんかちょっとに100日ぶりとかだったんだよね、うんうん、そうなんですよ、ちょっと感極まっちゃった、ね、危なかった、歌いながらね、本当に危なかった。でも新章だったからすごいドキドキもしてた、うんうん、したしたした、でもさ、声上げちゃいけないから、そう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 、みんな多分しかもさ、うちらさ、登場の時さ、後ろ向いてたわけじゃないですか。ちょっとさ、登場した時のファンの人の顔ちょっと見たいよね、見たいね、見たいね。なのさ、あのオーバーチャーでクラップってする、キャンフルするんですけど、その時にね、端から端まで見るようにしてるの、なんかののの中でなんだけど、その時になんかもうみんな目あって、え、みんな見てくると思って、それを見てくるよねそりゃそうだよそりゃ見てくるわって、あとあとその時はさ、歓喜を待ってるからさえ、みんな見てくれるみたいなすみません、そのぐらいなんか興奮しちゃったっていう、ね、本当にだってね、お客さんの目の前にしてのパフォーマンスがこれがね、自粛明け初めてだったものですから、はい、それこそ さっきの話じゃないけど、自分たちの曲の歌詞で泣きそうになってる、結構自分なんか、なんていうの、思いを伝える系の曲で歌詞を思いながら歌うと、あーってなるで、これまでここからとか、そう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 、わかる、これまでここから、ハンズとかもね、ハンズもね、いいよね。だってさ、安西さんに関してはさ、これまでここからいただいたさ時にいただいて発表したしばらくちょっと泣いてなかった、やばかった、そうなの本当に感情がめっちゃ入っちゃう曲、入っちゃう、わかるわかるわかる、いいよね、いいよね、なんかね、まあでも思い出しちゃったもういっぱい来てるんでね、はい、読みましょうか、次も読みましょうかね、はい、はい、
パクパク陽気な皆さんこんばんは。ラジオネームくにおくんです。はい、ありがとうございます。キャフルを応援してきて感動し泣きそうになったランキングを作ってきました。すごい。第5位アットジャムエキスポ2019じゃんけんのラン奇跡の3連勝で出演者獲得。ありがとう。これはもう今までにない緊張感だったよね。分かった分かった。そして第4位 TIFF2019 全国選抜ショールーム選考8位通過で、その後夫にて ゲリラライブ激モテ。激モテ、どういうこと。全然違う。ライブゲリラライブって。そうですね。新しいわ。ごめんごめんごめん。知ってる時あるけど。まあね、あのこのねショールーム審査の時のねその後があれだったんですよね。激モリっていう台湾だったんだよね。台湾ライブを出演して。でもさ、これもしさ8位で通過しなかったらどんな気持ちでやろうって思ってたよね。ね。ちょ落ち着こう落ち着こう落ち着こう。はい、はい、次第3位2018年サバイバルツアー感動のゴールイベント。いやもう今思い出しただけでも泣ける。やばいやばい。2年前なんだってか。てかもうステージ上がる前もう泣いてたよね。やばかった。もうゆかとかずっと泣いてたよ。本当にやばかった。え今話すけど、40度ぐらい熱あったあの時。もうギリギリの戦いだったよね。もういろんなもうやばかったもん。そうだったんですよ。まあ YouTube あるのでぜひ見てください。第2位アイドル祭り2018予選落ちファンへの挨拶。あそうなんだよ。すごいね、かけてたんだよ ね、 そのもう5分間ぐらいのステージに。そうね。で、落選した後にみんなでファンの皆さんにありがとう言いに行ったね。ハイタッチしたね。したね。懐かしい。外で待ってちょっと泣きそうよ。なんでだ。ハイアル第1位 TIFF2019、はい、全国選抜ライブ WWWX での結果発表の瞬間ですね。この時もね、やっぱこの TIFF の全国選抜ライブが印象に残ってる人多いっぽいですね。未、うんうん、だに見るにね、2日前ぐらいに見た。本当にっていうぐらい見る夢を、うん、違う、1週間で YouTube で、ね、ムービーね。そうなんだ。でもさ、なんかさ、今年の TIFF の、はい、その予選の、はいはい、あれがあの、ブンがフォローしてるアイドルさんが多分その予選出てたんですよね、うんうんうん、で、なんか皆さんよろしくお願いしますって言って、もう去年の自分たちを見てるみたいで、思い出した。すごい頑張れ頑張れって言いながら、あのツイッターちょっと見ちゃった。ドキドキしたな。ドキドキしましたね。あと1通読めますかね。読めますね。ましょうか。じゃあ読めます。ラジオネーム小原さん、ありがとうございます。エピソードは先日約100日ぶりに推しメンに会えたことです。アットジャムカフェのイベントでは久しぶりすぎて緊張しまくってしまい、ロボットのような動きになってしまったし顔を見ることができませんでした。そしてアットジャムパーティーでは3ヶ月ぶりにキャウルのライブを生で見て感動して泣いてしまいました。コールができなくてもすごく楽しかったしコールが禁止でやりにくい中でもあんなに盛り上げることができるのがすごいなと思いました。ありがとうございます。アットジャムカフェにね、うん、そうこれはね、ブンとカレン行ってないんですけど、うんうん、3人どうでした？あのね、緊張した。みんなの前に出るとき、ゆかがさ、どうしよう、緊張した。来る、先行って、先行って、そう言ってんの。人見知り発揮したってこと？しちゃった。でもさ、うん、ファンの皆さんも緊張してたの伝わってきた。あ、ちょっとそわそわのみたいなね。そうそう。でもこの時に限らずだけど、うんうん、ファンの方が緊張してるのって伝わらん？え、伝わる。伝わる。伝わる。すごい伝わるよね。うんうん、伝わってんぞ。そわそわ。そわそわ。はいはい。ツイッターはどうですか、文ちゃん？ツイッター？ツイッター。どこにいた？今お便りの方に集中して。あれ、ツイッターなんてあったっけ？ツイッター。あ。でもあれですね、皆さんあのさっきのちょっとコーナーに戻っちゃうんですけど、うん、歌詞に残るとかで、歌詞に、そうそう、あ、そう、あ、違うわ、ごめんなさい、もうあの今主語とあれがなってないんですけど、あのそのやっぱアットジャムパーティーで皆さんね、うん、会えたのが嬉しかったのか、あのそのね2部構成にして、はいはい、あのセットリストとか変えてね、うん、ハンズは泣くとか、やっぱこれまでここからだなとかって言って、いや、それこそさ、聞きたい曲全曲って書いてあったけど、お便りに、うんうんうん、もう詰め込んだよね、詰め込んだ、そ
詰め込んだ瀬取り会議っていうのをするんですよ、キャワフルは、うん、ライブ前に絶対もう考えて考えてね、うん、そうなんですよ、これじゃない、これじゃない、あ、でもこれもいいな、これも入れたいとかって言って、ね、え、なんかその感想が聞けてすごく嬉しい、嬉しい、うん、やっぱりリアクションって嬉しいよね、嬉しい、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、可愛い意見もありますね、そろそろ緊張するの直したい、いいんだよ、いいんだよ、いいのよ、ありのまま受け止めよう緊張しちゃうのね、でもいや、ね、しちゃうよね、お尻を目の前にしてるか、しちゃうよ、しちゃうよ、もう硬直だよね硬直だうん、すごいと思う、だからファンの方が、うん、ね、うん、めっちゃさ、話振ってくれたりさ、うん、ね、物販とかでも考えてきてくれて、うん、そのさ、考えてきてくれてる時間も愛おしいわね、ね、何話そうかね、本当に、かわいい、みんな好き結果ね、結果みんな好き、ありがとうございます、いいですね、ありがとうございます、でも逆、うんうん、うん、あ、逆にキャーフルトルネードからして 100% こう降水確率ない、降水確率ね、みんなとでも一緒な感じか、ファンの皆さんとやっぱり、うん、ね、やっぱ何かに挑戦するとき、例えばその TIFF の選抜ライブだったり、うん、じゃんけんだったり、うん、そういうなんか新たな新しい一歩を踏み出して結果がついてきたときの涙はめちゃくちゃ感動するし、うん、いいなって思う、え、なんかさ、うん、あのキャーフルでやってからなんだけど、うん、嬉しい時の嬉しい時にこんなに泣けるんだって、うん、いうのが人生であんま経験しないんじゃないかなと思って、そうだね、そうだね、嬉しくて泣いた時ってもう忘れないよね、うん、それこそその TIFF の時はみんなで手取り合ってさ、お願いお願いお願いみたいな、もうあれ、発表の時うん、円になってたよね、そう、すごいね、近くの円、前のカメラ回ってんのに背中向けてんだもん、カメラに今思ったらね、前向け、うん、前向けって思うけ ど, うけど必死やったんよ、うん、でもなんかそれがキャンフルの良さなのかなって、うんうん、思うな、必死さがね、もっともっと嬉しい涙をいっぱいね流したいなって思います、ね、120% にしたろしたろまあね、どんどん会えるイベントとかも増えてきますので、はい、ね、まだね、その会えて嬉しいの感覚がまだ味わってないよって方はぜひイベントもいっぱいお待ちしております、はい、お待ちしております、以上、降水確率 100% のお話でした。次はエンディングです。88.5 メガヘルツ、渋谷シダックスカルチャービレッジの渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けしているキャワフルラジオパーク、お楽しみいただけていますでしょうか。ちょっとここで、はい、ハッシュタグキャワパクで番組宛てに来た、はい、コメントを見てみましょう。見てみましょう。どんどん今つぶやいちゃって拾っちゃうから。あの瀬取り誰なの？コレント来るかすごいのの見てくるんだけど。こんにちは。こんにちは。はい、あのお歌パークですごいテンション高いからちょっとびっくりしちゃうよね。ラジオはいつも高いんだよ。はい、あ、瀬取り会議にはぜひバタフライよろしくお願いします。でもなんかノリで結構出してるよね。ノリって言うな。ノリ言うな。ね、あと大事な曲一曲何入れる？バタフライ入れとくみたいな。はいはいはい。何何何何？カレンが一番言ってる気がします。どうしよう、ここめっちゃ大事だよね。バタフライ入れとく。ぜひあの iTunes にね、あるので皆さんバタフライ聞いてみてくださいね。あ、でもやっぱり推しに会えなくて泣いてるっていう方とか、うん、泣かないね、つながってるさ、ね、頑張って。あとは推しを前にするとニヤニヤします、これは治らない病みたいです。そういうことです。その病はでも治さなくていい、特効薬ないから、うん、アイドルからしたらね、嬉しい、治さないでほしい、嬉しい、悪化するのみ、ということでありがとうございます。いつもありがとうございます。ます番組に届いた普通のお便りもね、はい、じゃん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 読んでいきましょう。はい、ではこちらラジオネームマサアットくるみおしさんからいただきました。ありがとう。ライブの再開おめでとうございます。ありがとうございます。この前の日曜日はアットジャムパーティーお疲れ様でした。久しぶりに生で見たライブはもちろん楽しかったし感動もしたんですけど、メンバーみんなが元気な姿を見て少し変ですけどすごく安心しました。
はい、くるちゃんがオープニングに T シャツ姿で登場して首に見たことないチョーカーをしていたのでもしかしてと思っていましたがやってくれましたね。新衣装可愛くて綺麗でかっこよくてすごくいいと思います。少し初代衣装を思いました思い出しました。そこでメンバー皆さんの新衣装についての感想や見どころなどを教えてくださいということで、うん、ねえ言われてんじゃん、ね、バレないかな大丈夫だよねカルちゃん普段アクセサリーしないからね。そうだね。まあいっか。そうそういやいや可愛かったから、ね、まあ、ちょっとさあこれバレるかもって思ってまあね、今回の新衣装はさ、はいはい、あのまあね、初代衣装に白を基調としてね、うん、お腹出しちゃって、うん、そんなしましたね。爽やかな感じですよね。新たな、うんうん、ですね。そうでね、ブンさ、はいはい、あのスカート、ブンちゃんスカートだって言ってさ、あ、そうだったね、めちゃめちゃ反響が来たんですけど、うん、皆さん安心してください履いてますので言い方よ、言い方どこぞの芸人さんみたいなそうそうそう、まあね、ブンはね、途中からね、ズボンスタイルになったから、そうだよね、いいな、青衣装からじゃないか、青衣装、そうだね、それっきりスカート履いてないの？履いてないんじゃない？そうだね、あの一応あのチェック衣装もプリーツスカートが周りになってるんですけど、うんうん、ズボンだもんね、ズボンだね、そうなんだ、いやもう一つの個性ですよね、いいな、え、クルーがさ、ツイッターで全部衣装乗っけてたじゃない？あ、ね、乗っけてた、うん、10個もあるんだと思って、ね、すごいよね、え、びっくりしちゃった、あのさ、デビュー前のさ、あの黒いワンピースめちゃめちゃ懐かしくない？え、でもそういえば撮ったなって思ってそうだね、そういえばでも見てた前ではね、そうなんだよ、見たことないし、あのライブでやってないかもってつぶやいてたじゃん、うんうん、だってあれ、1個しかないんだもん、2着じゃないか、2着、そうそうそう、2着しかないんですよ、うん、そうだ、着回してお金ない、そういうことじゃない、怒られるいやでもさ、聞かなかったことにしてください、初めての衣装撮影、はいはい、で、なんか変にみんなウキウキしてたよね、緊張してたね、あの時にさ、緊張してたよね、忘れらんない彼の、一個言っていい、はいはいはい、すごいね、髪型後悔してるのあれ、え、どんなんだっけ、髪型してたっけ、お団子2つ、お団子2つ、あ、なんか、そう、タンゴ部みたいな、タンゴ部言われて、そっから、うん、なんか今考えたら、はいはい、この髪型はないなってあ、クマみたいなやつか、そうそうそう、はい、思い出した、思い出した、なんでこれにしたんだろうと思って、あ、でもそんなのさ、ゆかのさ、うん、あの、まあね、好きな系統が、そうだね、そうそう、そうそう、あの可愛い感じでほら、めっちゃさ、みんな化粧もし、え、本当にそれ化粧してるってぐらいの仲良かったじゃないですか、うんうん、あと5年後すれば今回の、 あのアーティスト写真だって、うんうんうん、なんでこれにしたのって思っちゃうかもしれないからね、それはそんだけ成長したってことです、はい、続きましていきましょうかね、はい、ラジオネームたまちゃんさんからいただきました、ありがとうございます、キャフルちゃん、スタッフさん、こんばんは、助けてください、お、はい、おお、最近自分は仕事とコロナでストレスが溜まりまくりで爆発しそうです、皆さんは何かストレス解消法はありますか、大丈夫か、大丈夫、大丈夫、助けてくださいってすごいよ、書き出しが、ね、めっちゃ助けを求めてる、あの助けるぞ、大丈夫か、一番の方法は、うんうん、推しを見ることですかね、あーねー、カレンは食べることかな、なんか最近なんかできないからライブとか、うん、食べてる時が一番幸せだなって思いながら、ね、もうずっとご飯食べてる朝から夜まででも一個一個ご褒美を与えるのは大事かもしれない、ね、これ頑張ったらキャフル見ようとか、うん、これ頑張ったら食べようとか、うん、そう、大事ね、でも心配、心配ね、心配だよ、ストレス社会に負けないで、うん、よろしく、よろしくじゃないよでもね、あの、なんだっけ、あとは質のいい睡眠とかも、はいはい、結構大事、大事だね、大事だね、めっちゃ目の見開き方が大事どうですか、やっぱり睡眠の女王としては睡眠の女王は意外とさ、寝つきが悪いんですよ、あ、そうですね、はい、そうですね、ここがすごい嫌で、だから教えてほしい、逆にでもなんか YouTube とか見ちゃうのよ、寝る前に、それがダメだなって思う、ダメなのよ、ブルーライトが、そう、でも YouTube 面白いじゃないですか、面白い一つのストレスの発散方法として、うん、そうでもいいですね、本当に、本当に寝たい時はアイマスクして寝る、あ、それしてる、私もいい、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 本当に、もうなんか、ね、寝るぞっていう、そのアイマスクをするっていうことでなんか洗脳、頭、うん、自分を寝るぞみたいな、え、なんかさ、ここ後つかない、あ、ちょっと痛いかもしれない、まあ、それは寝癖取ればいいんだから、うん、本当に
はい、はい、あとはね、でもね、私アイマスクして寝てるんだけど、うん、あのいつも猫にね邪魔される。にゃんにゃん外されるってこと。じゃあこうやってさ、蒸気でホットアイマスクをしながら私寝てるんですけど、うんうん、よっしゃ寝よう、いい感じにうとうときたと思ったらお父さんが私のベッドに向かってあの猫投げるんですよ。よいしょっつって私のお腹にドスンってくるから、かわいい、めちゃめちゃ目覚めるんですよ。めっちゃかわいいじゃん。にゃんにゃんさ、目に置いたら確かに寝たら、あ、あり、あのでもね、首元に冬場いいと思ってます。いいなあ、でもダメだ、のんの猫アレルギーだわ。あ、そうなの。あの石川の場合はワンちゃんをね置いていただいて。そう、でも犬アレルギー。え、そうなの、本当はね、ついてないね。そうなの、そうなの、そうなの、そうなのよ。でも動物大好きだからさ。そうだよね、好きそう。好きそう。いつもね、道歩いてたらさはぁーっていう。道歩いてるとさ、すれ違う犬とかに喋りかけるよね。ずっと喋ってんの。もしもしもしてんの。声のトーンがすごいよ、ね、最近さ、メンバーさもう置いていくよね。ごめんごめん、行かないでお願い。でもさ、誰とでも喋っちゃうの、そういう時。動物と、いや動物に限らず、タクシーのおじちゃんとかでも床にいつも、うん、あの膝叩かれる、うん、静かにしてるから。え、でもだってさ、でも今日さ、あれじゃん、うん、今日一緒にさ、コーヒーショップ行ったんですよ。そう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 、店員さんがめちゃめちゃ話しかけてくれるらしいの、うん、石川に。そうなの、でもそれちょっと緊張しちゃうとかっていう。え、そうなの、なんかさ、もう 2ヶ月連続行ってるんだけど、なんか仲良くなってきちゃって、ちょっと恥ずかしくなってきちゃって。でもそういうの良くない。あ、いい、うん、確かに。よかったよかった。来るみたいなね、方と仲良くなればいいんだよね。やったやったって何ちゅう話でもなかった、ね、何話だったっけ。まあでも本当に、はい、あのストレスを感じたら、ね、あの、うん、休息を与えてあげましょう。そうしましょう。適度に休憩しよう、ね、大事ですよ、はい、皆さん。ためちゃダメよ皆さん、うん、たくさんね、今回もお便りいただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、お送りしてきましたキャワフルラジオパークもエンディングです、はい、お別れの前にキャワフルからのお知らせです。はい、7月19日日曜日、私ドーチェアヤコ生誕祭が行われます。おめでとう、おめでとう。チケットはソールドアウトしてるんですけども、はい、絶対楽しい会にしますので、はい、来る方は楽しみにしててください。お願いします。はい、そして7月22日発売のアイドル雑誌マーキーに転載されています。全国の書店、オンラインなのでお買い求めいただきます。ゲットしてください。ちなみに掲載ね、何て言った今、転載やばい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 ってって。はい、そして7月23日木曜日、祝日ですね、 MX アイドルフェスティバルボリューム17に出演します。無観客ライブなのですが、ぜひ皆さんチケット購入してみてください。お願いします。お願いします。そして7月の24日金曜日、浴衣マックス2020、キャフルちゃんが浴衣姿でおしゃげ界隈を歩きながら皆さんに写真を撮っていただけるという神イベントです。ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。写真も楽しみにしてます。浴衣も一緒にね、来てデートしましょう。はい、めっちゃいい。そして8月2日日曜日、渋谷 WWW にてキャワフルトルネードワンマンライブ2020トリガーを開催します。はい、今回は配信も、はい、今日明日の21時から配信チケットの方が販売されます、はい。これは地方の方とかはたくさんの方に見ていただけると思うので、ぜひ、キャフルのライブを見てください。お願いします。お願いします。そして8月9日日曜日、安座ゆかの生誕祭2020が開催されます。イエイイエイ、おめでとう。15時からスタートなんですけど、チケットの方があのソールドアウトしまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ楽しみにしててください。します。はい、ということで楽しそうなイベントが続きますね。はい、ますね。みんな楽しみ、楽しみにしててください。全部楽しみなんだけどね、うんうん、もうね、感染予防、そう、会える時にみんな気をつけて、そうなんで、みんなで健康的に会いたい、会いたい、はい、会いたい、それだけです。会いたいのがそしてあれだね、 WWW の渋谷の私たちのワンマンライブの配信どうか、うんうん、全国で見れるので、うん、そう、チェックしていただきたいです。お願いします。はい、20時からお送りしてきました、はい、キャフルラジオパーク、いかがでしたでしょう か、 いかがですか。次回は8月の20日木曜日20時から、ここ渋谷シダックスカルチャービレッジの渋谷クロス FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りしますので、ぜひスタジオにも遊びにいらしてください。その時はね、一緒に見れたらいいね。そうですね、またお知らせしますので、はい、そちらもチェックしてください、はい。
それではキャワフルラジオパークもこの辺で終わりにしたいと思います。早かったですね。早かった。回を重ねるごとにね、なんか歌詞の話もっとしたかったね。したいね。したい。第2弾やろう。やろうやろう。またお願いします。お願いします。お願いします。それではキャワフルラジオパークこの辺で、せーの、はい、せーのー。